どうもこんにちは。現在の12月30日ですね。今年ももう終わろうとしてます。1年早かったですね。今日ですね、前回前々回ぐらいの時に東西魚と稚魚の、餌をですね、木槌で叩いてる動画をアップしたんですが、あれはあくまでも東西魚とちょっと大きくなれてない稚魚用の餌だったので、中途半端に割って、たので、粉だったり、中途半端に割れた粒だったりをあげてたんですけど、今回は前回高等パールと、オランダのキャリコのですね、孵化した、本当の稚魚たち用に、餌を作ってます。なのでもう粉しか NG なので、バンバン叩いてます。でこうやって叩くことによって、いつもは封筒に入れてたんですけど、やっぱり破れてしまうので、どうしたらいいかなって考えた時に、もうこう一番いいのはもう使い終わったこういう餌の袋を使うと、もうやはり頑丈ですね。この袋はどんだけ叩いても破れないので、この袋が一番使い勝手がいいですね。もうこれ綺麗に粉になります。また後で見せますけど、はい。これですね、非常に疲れる作業なんですけど、もう正味もう 2,3 分で粉になってしまうので、たくさんの量の餌がですね、結構すりごまだったり、料理用のすりつぶすやつを100均で買って昔はやってたんですけど、結構あれは時間がかかるし大量に作れないので、今はこのように作ってます。で実際この中を開けてみると、ちょっと待ってくださいね、こんな感じになります。今回はもう iPhone で撮影したので見にくいんですけど、ちょっとまだ大きい粒残ってるのかな。この後もう一回叩いても、ほぼ 95% はもう粉のような形になります。でそこから稚魚に餌をやるんですけど、で大体1日4回ぐらいあげたいんですけど、自分も仕事の関係でなかなかあげれないので、今さっき見せた留守番フードをですね、中に入れてます。効果があるのかよくわかんないんですけど、今中央の下ですね、左下に映ってるのが留守番フードをポンと入れたやつなんですけど、少しずつ溶けて稚魚がパクパクパクで食べてくれたらいいなと思ってやってるんですけど、実際どうなのかわからないです。でもたまにつついてるところは見ます。それが食べれてるのかどうかわからないですけど、だけど溶けた栄養素が稚魚にうまくいってこれで今やってるところですね。もう少しです。で、まだ大きい粒残ってましたね。で、下に沈んでちょっと腐りかけてるのが大きい粒のやつあるんですけど、これ前回作ったやつをですね、間違って私が入れてしまって、こうやって大きい粒になってます。で、早く取り除いてあげたいんですけど、この後取り除きましたね。で、稚魚たちは、もう孵化して1週間ちょっと経つんですけど、まだまだその星になることもなく、みんな元気ですね。はい、これからがまた勝負時だとは思うんですけど、ちょっと見にくいんですが、これがもう一部ですね。最初卵の時は100匹ぐらいかなと思ったんですけど、実際やっぱ孵化してみると200ぐらいいるんじゃないかなと思いますね。はい。これからできるだけストレスを与えないようにして、少しでも多く育ってくれたらいいかなと思います。またこれ、成長をまたアップしていきますので、とりあえず今日はこれで。